第4代農チューバーに就任しました埼玉県久喜市の渡辺正弘です。かなり優れた品種になっております。はい、こんな感じ。自慢のカンタです。大きいです。頑張ってます。梨の木も雨に打たれながらも、ここめっちゃ大きいです。いくつだろう、サイズ的にも 7L、8L ぐらいのサイズ、1キロ超えのあるぐらい商品なので、これも多分糖度高いと思うので、この袋をかけている理由は糖度を高くするために、袋をかけているので、かけた方のが1、2度上がると言われております。はい、こんな感じでいい色になってます。これもいい色かな。もう結構カンタはもう完熟を迎えてますので、ちょっと若干遅いかなって感じもあるんですけど、少しずつ取っていきます。はい、あ、だいぶいい色です。このように完熟を迎えるとまあ木の色になるので、結構糖度が高いと思います。みずみずしいですね。うん、めっちゃ甘い。果肉が柔らかくて砂糖水を飲んでるかのような糖度はありますね。わかりますかね、この焼けてる、すごい綺麗に減った色、うん、にっこり梨の名前の由来は日光の梨、栃木県ですね、日光の梨というところから取って、日光梨、日光の梨、にっこり梨っていう形になりました。はい、このようにね。で、特徴なんですけど、形は高楕円形をしていまして、色は赤梨ですね。10月の中旬からかなり奥手の品種になりますので、これ収穫してから保存方法によっては1月ぐらいまで持つ品種になっております。だいぶいい色になってきました。めっちゃ色赤い、うん、これとかいい色ですね。糖度も乗ってます。あ、こっちもいい色ですね。こういうのとかめっちゃ赤くていいですね。めっちゃ大きい、 6L ぐらいですかね、 600g ぐらいあるのかな。じゃあスタート。じゃあまず今年から導入されました、選果機です。規格が重さで落ちるようになっているので、はい、このようにコロンとやっていきます。はい、このように上下見てやっていきます、うん、ある程度最終選別をしたので、最後に箱に入れる前に気づかないかどうか、そういう確認もやっていきます。うん、みずみずしくてめっちゃ甘いです。この涼しくなった時期に美味しい梨っていいですよね。はい、このように、わ、甘っ。冬に向けて誘引をするために、仮誘引をしていきます。折っちゃうと1年の作業がマジで無駄になるので、本当ここは一番丁寧にやるところ。まず仮なので、とりあえず、まあ、ここのイメージとしては、落としていくイメージ、あんまり高くならないように、先端までが高くならないように、まあ3本ぐらいでこれ止めていけば、なるべくこれに竹を添えてやることが一番、梨作りには梨の木にも負担がかからず
やっていけると思います。昨年植えた埼玉県のオリジナル品種西玉ですね。葉っぱが落ちてないうちは一番枝が柔らかい時期なので、これ11月ぐらいにやっちゃうと、もう枝が硬くなっちゃってて折れる可能性がすごい高いので、この先なるべく早めにやることをお勧めしますね。はい、いいんじゃないですかね。あと1本がいけるかなってとこですかね。全自動で撮った、はい、こちらは半自動です。なんかその半自動と全自動ってどう違うかっていうと、まあ、全自動は全部自動、分かりやすいやん。半自動は、その半自動っていうのはこいつが勝手に進むっていうだけで、ここに自ら苗を入れていかなくてはいけないっていう、人の手がそこで使われる。そう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 、うん、まあ、それが半自動で、まあ作業性から考えればもちろん全自動がいいけど、まあ端末考えたらこれでもいいやっていうのでも全然いいかな、うん、まあちょっとたくさんやることがあるんで一回ちょっと見てもらいましょうか。半自動